8チャンネル始めていきます。今日はパワプロアプリの方やってみたいと思います。前回、予告した通りですね、このガチャ券一気に大量消費したいと思います。そうですね、まあ、R ガチャ券、まあ、使うとは言ったんですけど、やっぱやめて、ボックス的にですねちょっと辛いんで、まあ、たった4枚なんですけど、今ボックス空きが28個なんで、とりあえず PR ガチャ券全部回して、でその後各学校の PR ガチャ券を回して、最後に SR ガチャ券、まあ、上限解放してから SR ガチャ券やろうかなって感じですね。先 PR ガチャ券か、まず行きましょう。頼むぞ。持ってる SR、 U の SR の PR が来れば OK。 14枚あるから1枚でも SR 出てくることあんのかな。キラーンからのデン、あんで持ってるんで OK ですね。 SR 上限解放したい。はい、サクサクいきましょう。結構溜まってると時間かかりそうですね。今回の動画ちょっと長くなりそうだからね。はい、お鈴本持ってる OK。 そうですね、持ってる SR の PR 出てくれると上限解放の楽しみが増えていいですね。はい、もあーなるほどね、レンちゃんですか。レンちゃん持ってるんで、これは嬉しいですね。まだ PR 持ってなかったんだね。いいね、今3連続で持ってるキャラだ。はい、どんどん来い、どんどん。はい、でん、お、これは水着バージョンの水着ですね。まあ普通の水着持ってるから、そこも上限解放に使っちゃいましょう。こんだけね、ガチャ券溜まって一気に引けると気持ちいいですね。ただね、 PR だからね、 SR って出てくるのかな。これでマキシマム、マキシマムは持ってなかった気がするな。どんどん行こう、どんどん。はい、まだ持ってなかったんだね。まだこの PR 持ってなかったのに、初期キャラなのに。この前も動画で R の守るが出て、初期キャラなのに全然持ってなかったですね。お、また水いいんじゃない。これ45狙いたいぞ、プラゴ。はい、おー岩井くん OK 持ってる。いいね、ここまでマキシマム以外かな、ちょっと持ってますね。ググってメラメラ、これメラメラ、まあね、リアルガチャ券だからね。はい、あー持ってないね。二度、あと6枚。キラーンからのデン、おお1錠か、持ってないわ、持ってないですね。せっかくブレインマッスルから来るんだったら能見さんが良かったね。デン、おーせっちゃんか、せっちゃんね、唯一、北雪で持ってないんで、せっちゃん欲しい、せっちゃん欲しかったな。はい、まあこの辺は SR 出ないんで、あー持ってないわ。またこいつ PR か、バットね。あと3枚。ポン、キラン、かまかり、オッケー、有能来て、有能。やっぱやる気テーブルすごいいいっすよね。ポン、また1錠か。1錠はね持ってないからね。
ラスト。キラーン。新しく、あ、まだ持ってなかったんだね、裏が。裏がか、まあ SR も持ってないんで、まあ仕方ないね。ということで、あとボックスが13か。じゃあそうですね、ここまあ選択ガチャ券なんで軽く、回収していきましょう。ここはスバルですよ。 SR スバルを解放させたいんでスバル選びます。ここはもうあれですね、好きなキャラどんどんとみんな選んでった方がお得ですね。で、春英からは僕サイガー、サイガーだけかな持ってんのは、まあ、サイガー有能だからね。回収 OK。 ここでね、上限解放できるの楽しいよね。で、僕はハッチチャンネルだからハッチ、そういうわけじゃないんだけど、今ハッチが、プラニかな、だから次で上うまくいけば40になるんで、新しいレコツですね。 OK。 で、次聖堂はね、意外と持ってるんだよね。沢村持ってる、みゆき持ってる、古谷持ってる、ハルッチ持ってる、倉持持ってる、上の段全員持ってますね。で、川上はイベントで手に入れた。で、まあ、上限解放 したいのはみゆきですね。今プラニなんで、もうなかなかね、復刻キャラだと手に入ることが難しいからね。はい。と、SG 高校。SG 高校は猪木ですね。猪木しかどうせ持ってないよ。はい。猪木も結構使われるキャラですよね。で、波動高校。波動は持ってるのは木場くんと金原。まあ、そうだね。金原がプラ3だったかな。キバはまだ何もついてないんで、キバの1上限解放させたいから取りましょう。こう考えると結構 PR じゃない、 SR 持ってない。太平楽、これは僕天城しか持ってないんで天城一択。 OK。 でカイドウ、僕持ってんのカオルちゃんだけで、で今回この中にはないんで、カイドウは一旦置いときます。で、ブレインマッスル、これはノウミさん一択ですね。頼むぜ頼むぜ、今プラニだからね。と、黒金、黒金は持ってんのは、ゼニガタと岩井くん、まあ岩井くんですね。やる気テーブル OK。 では上限解放していきましょう。サクサクしていこう、サクサクね。まずはじゃあ上から順番に行くと、まずレンちゃんから行っていこう。レンちゃんしたいね、頼むぞ。はい、きたー、マジかマジか。前回なんだっけ、何かがプラニだったよね、一気に上がったよね。やったー、レンちゃん嬉しいわ。待って、これ、ね、連続でノウミさんやるとも失敗すると、なんかモチベ下がるから、一回天城挟む。岩井くんもやる気テーブルだからな。そうだね、サイガも行きたいし、木場くんで行こう。木場くん失敗しても心そんな折れない。いけいけ、上限解放しちゃえ。まあまあまあ、オッケーオッケー。まあまあまあ。ということで、次は、ハッチ、プラス2。プラス3になってほしいな。頼むぜ。でーん、オッケーオッケー、プラ3。ハッチチャンネルだけにね、ハッチ、プラ5にしたいね。オッケー、うわ、なんだかんだで上限解放してくれてるね。次みゆき行きましょう。きっとしないだろうと思うんで、ここで一回小休止挟みましょう。きたー、マジか、上限解放祭りじゃねえか。マジでちょっと能見さんやるタイミングどうしよう。
待って、今この動画中に今3勝1敗かな、3勝1敗ですよね。待って、スバルはね、スバルはね、暗黒スバルに食わせたいからプラゴまで目指したいよね。1枚だっけ、入手順じゃなくて合成効果順にした方がいいですよってコメントいただきましたね。はい、これで頼むよ、プラゴへの道。まあ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 、仕方ない、もうそのうちそのまま食わせるわ。じゃあ岩井くん行きましょうか。岩井くん2枚あったんだね。そうか、普通にPR ガチャ券出たのと選択したのと、これプラ1欲しいな、プラ1欲しいなと。頼む。まあしない、しないか。まあ負けたね今ね。じゃあ能見さん頼むよ。能見さん阪神の能見さん、阪神の能見さん。はい、負け、残念。まあここまでねだいぶ勝ってたんで、まあいいでしょう。あと猪木か、猪木なプライチになればいいけどね。なった、オッケー、これで使いやすくなりましたね。やる気テーブルだもんね。何が増えたんだ、あれかな、そうですね、初期評価ですね。あとは、あと誰だったっけ、水木か。あ、アラシマラやってなかったね、前回の動画で出たのを忘れていた。これプラ3欲しいな、上限解放したいよね。まあしないだろう、まあまあまあ仕方ない。と、あとはカマカリだよね。カマカリあげたいな、やる気テーブル。まあまあまあ仕方ない。まあここまで結構勝ってきたんで、で最後は SR ガチャ券6枚一気に消費プラス選択ガチャ券があるんで、まだお楽しみはまだまだありますよ。田中山、まあ解放しないね、解放しないですね。そうだね、そうだね。あとは鈴本プラ2だからプラ3にしたい、頼む。オッケー、結構プラ2のキャラが上限解放。はい、プラ3、よかった解放して。というとこで、あとはプラス4で初期評価か。まあ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 、オッケー。あとはですね、あと何手に入れたっけ、あ、天城サイガ、水木アンネですね。あと立川もいるな。ということで、もう一回これに戻して、今読んでたサイガ、サイガあげたいね、これサイガプラゴ目指したい。まあまあまあしないね、まだ見ぬ高み。あとは水木、これ一気にプラゴ狙えるけど、これプラ1、41になればいいね、1アップしてくれれば。負け、思いっきり負け。まあ今までちょっと勝ちすぎたところありましたね。マジか、3枚ぶっ込んでダメだったか。あとはあと誰って言ったっけ、立川もあげたいな、今プラ2だもんね。はい、オッケー、勝った。この初期評価かな、そうですね、初期評価85。 OK、 プラ5になれば変化球ボーナス。なるほど、無課金でプラゴはね有名ですよ。
よしよし、あと誰だ、天城、あと天城とアンヌ、天城とアンヌ覚えた、 OK、 天城とアンヌ、天城と行きましょう、頼むよ、 OK。 じゃあ強化大成功は今、イベントというかあれでありますね。でも上限解放とは関係ないんで、まあいつやっても変わらないですね。あとアンヌ、アンヌプラー3にしたいな。これ結構今回半々ぐらいで勝ってますよね。まあ OK、 仕方ない。ということでいきましょうか。お楽しみの SR ガチャ券6枚、無課金で一気に SR が6枚も手に入る、これ嬉しいね。神高欲しいな。あと新島ね。であと最後にこの選択ガチャ券使おうと思います。でこう見てくと僕持ってるのばっかで、持ってないの小田切と、小田切くんと小筆、この2人以外全部持ってるんですよね。まあ初期キャラだからね、これはほとんどが。ということで、あでもスバルゲットしといたらあれか、上限解放狙える、狙えるっていうかできるんだよね。まあそれはちょっと後で考えましょう。はい、ということで SR ガチャ券6枚一気に引きますよ。 GO! 虹ググってキラーメラメラあったら、あキラーなかったね。これで PSR 出たらねやばいよね。進むくん、はい、これミキサーいきます。ミキサーいきましょう。おっとおっと、今ねちょっとね、出ちゃいましたね、リリー・フランキー。おおもう小田切、もうこれ国デカスバルカになったな。小田切くん出ましたか。はい、ということであと4枚かな。いいね、こんだけね虹が見れるとね気持ちいいわ。はい、おお鮫島さん、鮫島さん確か PR のプラゴ持ってた気がする。 R だったか PR だったかのプラゴあるんで、上限解放行きましょうか。虹ググって赤玉キラーがね来ればねPSR 確定なんですけどね。頼むよ、いいの、カマカリ、うん悪くはない、悪くはない。あと2枚、あーこんだけ SR ね回せると気持ちいいよね。はい、おお上限解放してくれってきたね。マキシマム、マキシマムって特攻じゃないや、なんだっけあれ、キャラなのかな、復刻なのかな今。では最後の1枚いきましょう。虹3回目だね。まあでも PSR は出ないんで、おーなるほどね、さっき PR 出たね。 OK、 ちーちゃんということで、そうだな、小筆にしよっかな。小筆さんお願いします。小田切くん出たもん、 OK やった。これで多分 SR50、 うん違う80枚目ぐらいになるのかな。無課金で頑張ってきたな。はい、ということでまた上限解放祭りしましょうか。小田切、小田切できる、うんできるね、2枚ある。これ食わせての方がいいかな。プラ3、プラ5にできるんだったら食わせた方がいいんだけど、できなさそうなんで、もうそのままぶっこもうめんどくさい。プラ1になったらいい。 OK、 プラ1 OK、 十分と、あとマキシマムが出てたよね。マキシマムとちーちゃん、ちーちゃん行こう。
ちーちゃんめっちゃあるね。ちーちゃんめっちゃあるね。これプラ1が普通で、プラ2でラッキー、プラ3で超ラッキー、プラ4で歓喜。はい、1。もっと？いかない。まあプラ1が普通だよね。オッケーオッケー。ちーちゃん、あとマキシマム。いた。あ、これマキシマムは食べさせましょう。プラゴにしてやろう。サメ島さんね。マキシマムはどこだ。いた。PR を食べさせますと。食べさせるからにはね、プラゴを食べさせるからにはプラ2は最低欲しいね。と言ってなかなかいけないかもしれないけど、サメ島さんってあ、プラ2だったか、プラ5だと思ってた。あ、違うわ、ボックスの方に、あっちのボックスの方にいるはずなんで、まずはマキシマムプラ3いけば嬉しい。1だけ。まあ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 、ちょっと待ってくださいね。こっちからガチャボックスの方から、ちょっとやつら連れてきて、サメ島さんプラゴですね。でこれで最後 SR ミキサーしましょうか。待ってね、鮫島さんだけ解放させてください。まかりどうするか。鮫島さんプラニーも食べさせちゃいましょう。はい、プラ3。はい、1 2 2 2 2 2か。ということで最後は楽しくミキサーして終わりましょうか。そうね。でミキサーするのはどうしようか。すげえ、こんな SR 持ってたんだね。頑張ってきたわ。中之島進む、滝本と違うわ。で、神宮寺と鎌狩か八雲か、八雲かな。鎌狩は普通に上限解放させたいということで、これでいきましょう。まだね、新島とかね、あの辺見てないんで見たい。マグ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 パン。でーん。濃紺。濃紺なのにこいつコントロールなんだね。こいつね、普通にサクセスやっててね、あのパワーボールばっかなんで嫌いなんですよね。つるやか、まあまだ持ってなかったから許そう。はい、ということで今回の、ガチャ券祭りプラスアルファの上限解放どうでしたでしょうか。まあ僕としても結構この動画楽しめたんで良かったと思います。無課金の方一緒に頑張りましょう。ご視聴お疲れ様でした。動画説明文にチャンネル登録ボタンの URL が貼ってありますので、そちらからチャンネル登録をお願いいたします。同じく Twitter の URL も貼ってあります。動画の最新情報などはこちらをチェックしてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。